浅見陽子さんからお願いいたします。2016年2月5日女の平和講演会行動提起。昨年2015年1月17日土曜に7000人、6月20日土曜に1万5000人、赤を身につけた女たちが戦争法反対の意思のもとにヒューマンチェーンで国会を取り囲み、安倍政権にレッドカードを突きつけました。戦争法反対の運動は若者やママたち、学者たちを巻き込み大きな広がりを見せました。しかしながら昨年9月19日午前2時過ぎ、テレビで放映された異常な光景を国民の目に焼き付けて、戦争法案は参院本会議で可決されてしまいました。でも9月19日、戦いはこれからと皆が誓いました。女の平和も戦争法の発動を許さず、7月の参議院選で政権にノーを突きつけ、私たちの目指す平和な憲法を守り抜くことに向けて全力を挙げます。具体的な行動を提起します。本日2016年2月5日金曜の女の平和の講演会を機に、再び結束を深め広げ、戦争法の廃止を目指す大きな動きを作り出していきたいと思います。1、そのために女性の力で戦争法の廃止を求める2000万人統一署名を大きく成功させましょう。私たちはその方法として平和の手紙作戦を提案しています。大切なお友達に署名用紙とともに平和の手紙を送りましょう。その手紙には同封する署名用紙は、この国が戦争する国にならないように、夫や恋人、子供たちや孫たちが戦争に生かされ、大切な命を失い、またよその国の人たちを傷つけ、憎しみの連鎖を作らないようにする署名です、という趣旨をあなたの言葉で書き添えましょう。一人が二人、二人が四人に戦争反対の思いが伝わるように、心を込めて手紙を書きましょう。2、5月3日の憲法集会を成功させましょう。集会のチラシは皆様のお手元に配布してありますので、ご覧ください。赤いものを身につけて、大勢の友達やご家族とともに有明防災公園に集まりましょう。3、もう一度赤を身につけた女たちで全国津々浦々一体となって、
戦争法廃止のためにさまざまな集会、講演会、パレードなど創意工夫を凝らした行動を積み重ね、女の力で平和を求める大きなうねりを作り出すことを願い、本日の行動提起といたします。共に頑張りましょう。2016年2月5日女の平和。それでは